ダッシュで取れるかな。敵の奥まで、ないから奥まで行ったら、あとはもう変化してるから化け物になってるでしょ。アイテム、アイテム。あ、こんにちは。いる？消毒。あ、いる。あ、消毒するか。うわ、怖いな。あ、おお。来た。これ。めっちゃ俺の方が早い、早い、すごい早い。これ。大掛けら。なんてこと。あ、エース回復。よし。これなんだ。あ、光るでした。お。はい。え？ん？アプリケーションエラー。君がなんかこう走って走って、ああ、接続に問題が発生しました。以下の世界に戻ります。ってことは敵復活しちゃうのかな。どうなるんだ。ちょっともう一回起動してみるね。うん。お、普通に。あれ？敵復活してない？こいつら。ちょっと待って。ここで俺一人きつくね。あ、始まる場所は さっきのところ？さっきのさっきの。トゾクロード？うん。って、それで敵復活してんの？いや、さっきの、だから頭、これからでっかくなるくんがね、うん、頭抱えて座ってたよ、いきなり。あ、でも盗賊死んでんな。あれ？盗賊の死体はあった、今ここに。あ、そう。あれ？どうなってやがる？したら、とりあえず一回戻れるのか。ああ、この辺の死体は健在だな。お意味わかんない。一部敵が復活したって感じ。で、あと正面から、さっきのところを、登りましてと。ここの敵いねえだろうな。いない風。さあ、ここですな。あれ、これって。右は行ってないね、まだ。そうそう。で、そこに、はい、この人たちまだ生きてるでしょ。生きてますね。あれ、でもなんか今、しゃがみ方おかしかったな。めっちゃなんか、うん。お尻、なんかめっちゃ足上げて座ってる。あ、俺の方に2匹来てるから、こっちは。やった。そして宝箱がある。それが確かミミックだったような気すんだよな。ああ、動いてるね。動いてる、動いてる。カッパー。鱗三つ。はい。殴りまーす。はーい。起きる前に、ほとんど。で、こっちは？あー、この辺のまた猛者くんが起きるんでしょ、これ。盗賊か。うろっこ。ダガー。ほう。ドノーマルダガーを取りました。ドラップだな、普通に。で、こっち行って。あー、ここレバーなかった。うん、これで正面の縄文が開くんじゃないか。開いた、開いた。うん、ここは？あ、赤目がいる。ん？あ、そっちから降りるのか。赤目とあいつはあれじゃないっけ、強化野郎じゃないっけ。うん。魔法。強化野郎。はい。え？落ちましたので、刺しまーす。あ、落ちた？落ちた。チュー！すんごいよろけてるよ。
めやめれってこれ。オッケー。めやめれってこれ。あれ下さんもいた。めやめれってこれ。あぶねえ。塗るなよ。塗ってんじゃないよ。めっちゃ強化されてるやん、ほいで。あぶねえ、あぶねえ。オッケー。勝てーな。すんげえ勝てえ。プッシュやめて。オッケー。ラスト。この扉が開いたことにより奥に魔法使いっていうか、ああ槍、ああや槍騎士か、ああ踏んでる踏んでる、めっちゃ仲間踏んでるから君、大ガケラ。こっちは？お宝。イエス！以上かな？この辺は。残り身が一番嬉しいな。こっちはないか。で？ああ、なんだろう。あ、これあれだ。え？首に剣を。突き立ててる、あのなんだっけ、首もんげの像、首もんげの像、あ踊り子が出るところにも一体あって、うん、血が滴ってた、あーここであれか、モンスタイン竜狩りの鎧じゃ盾ではないけどな、あシャーン、これはえなんかいる、あのあれあの人なんだっけ、呼ばれ？あの人よ。もう入っちゃうボス。ちょっと待って。ほんとね。あ、まだちょっと、もうちょっと後で拾うかな。うん。あ、エレベーター。はい。ちょっと待って。これなんだっけ。あ、ここにも、錆びついた動画。これは？宝箱。ん？これ大丈夫かな？開けます。うろっこ。これこっち行くと、ん？ああ、さっきの鎧騎士が2人いたところの後ろに来るんだっけ。赤涙があって、なんかこっち、あれ？こうポンポンって降りていくと、あの、ドラゴンの死体のとこ行かないっけ。あ、そう？あ、今ちょっと降りてみていい？はい。さっき槍で、槍じゃねえ。ああ、そっかそっか。あ、ごめん、間違った。うん、位置が違うもんね。うん、そうだね。ここから見えてる。あれ？あそこ緑っぽくなってるなっていうのは、なんか俺も一周目でも言ったような気がする。で、ここ、だから俺さっき言ったけど、上から見ると、はいはいはい。テクスチャーツルツルゾーンが、改善されてるかな？俺気づかなかった、それ。あ、俺今何撮った？なんか武器らしきもの撮ったけど。編集の時見ようっと。あれ、この辺になんかツルツルゾーンあったと思ったんだけどな。もしかしたらあれかもね、あの、改善されてるかもね。あの、この間も改善されてるとこあったもんな。そうそうそう。されてるとことされてないとこの差。そして今。改善されてたところのボスの名前が出てこないけん。ウォルニール。おお、出た。喜ぶなって。あれ？で、こっちも。ここ霧になってんのか。あれだ、あっちのドラゴンの裏側ってどっから行くんだっけ？なんか上の方じゃないかな。あ、いた。上の方、
あ、で、こっちの屋根の上行っていい？したら。あ、はい。太陽のメダル。あ、これちょっとでも一回動かした方がいいか。そうね。ちょっとじゃあ、下がって上がって。下行けばなんかいきなり騎士いるんだよね、結構。だったかな？あの、かがり火の近くでしょ？今日呼んだ。ああ、そっかそっか。ここは？おお、開かない。木に。ああ、下にあれがいるのか。ぐるぐるくんがいるのか。化け物がいる、化け物。ここなんだっけ。あ、屋根裏ね。はい。あの、さっきの白サイガーのなんだっけ、イーゴンだっけ、イゴール。あ、はいはい、イーゴン。イーゴン。うん。イーゴンいた？うん、イーゴンくんで、お前も俺呼んで、うん、イーゴンくん呼んでからこの屋根裏発見して、はい、イーゴンくんと上屋根裏一緒に探検した感じ。これね。ここ下から下にも行けるけどね、ここ。あ、じゃあそっからあれか、うん、裏行くんだ。うん、で先行こうかな。こいつ。え？こっから処理しといた方がいいよ、ね。これね。まあいっか、これやろうか。降りて、うん、すぐこっち側に入れるの。ああ、そうだっけ。うん、で、そこの柱の影から俺なんか行こうとした気がする。まあいいや。どうにも当たらん、おからじゃん。お一人様だな、そこは。なんと便利だな。いいや。はあ。大したもんだ。残り火2つ、嬉しい。ほ。ここな、ここ。ここ入れんない。なんかアイテムあったっけ？宝箱があって、これもミミーク！お、行った方がいいかい。頼むでやー。おー。太陽の直剣。殴りまーす。はーい。あちん。これはまずいかもわからん。ほぶねー。スルーしたわ。あーいい。お、これはなんだ。ロスリックの展示聖典聖書。ほうほう。展示聖書ここでか。遠方石の指輪プラス1。あ、なんか隠してた感じだったの。全然見えてたけど。いいです。イーゴン。これなんだっけ。イーゴン。残り火で会ってくれ。ああ、ヒデオのソウル。はい。じゃあ戻るか。あと、この扉は開く？え？この扉開くんだっけ、こっちから。いや、多分ね、屋根登ってじゃないっけ。ああ、向こうからだっけ。なんか敵いたっけ？うん。いたような気もするな。建物の手前に2人いた。弓矢。ああ。弓矢かどうかわからん。ああ、斧もいるんだ。早く戻ってきやがった。ちょっと動くなよ。まあ、行くか。斧がいるんだ、奥に。おお。ああ、動いちゃったかな。来た。熱っ。ひょっ。これであっち行くか。おっ、ロックオン。うっつ。
この奥なんで、この中は、え、あれ、ここあんま覚えてない。こんなとこあったっけ。お宝はあるな。これなんだ、さっきの、あー、これ、それこそ太陽、え、違うか、あれじゃん、さっき開かない扉の反対側かな。あ、そういうこと？うん。今はそこ降りるけど、こっちってどうなってんだっけ？あ、中あるな。塊。うん。後ろにめっちゃあのなんか、月光町の変な骨骨版、骨骨版みたいなのが、あれ竜なの？なんだろうな、あれな、月光町なのか、まあもともとかつて竜であったものなのか。でここに騎士いますな。騎士の指輪。ほう。撃ちまーす。まだこれ塗ってからに、これは。あ、いい、いいよろめ。かっけー。おい。マジかい。なぜこうなった。ちょっと。バックスターしようとする瞬間に撃つとかやめてもらっていいですか、マジで。人のせい、すぐ、何でも人のせい。全部おめのせいよ。俺の死因第一、お前。何でも。あらー、俺、ここなの？ここかー。もうサインはどうすりゃいいのか。いや、さっきのことでいいよ。ほいで。ん？さっき初都会エレベーター開通してるのでこっちの方が早いのでは。お、まあ騎士はいるけど、あれ、グダッとしてる人いなかったっけこれ。ああ、チリンチリンじゃなくて。わあ、騎士2体こっち見てんな。1体だけ来る。お、いいかも。後ろのやつは歩いてるけどすぐは来ない感じ。あっ、逃げせ出せ。え、おお、人間性じゃなくて残り火だった。人の像、あ、残り。人の像って言ってる。なかなかね。チリンじゃなくて。俺の方にこれだな。よし。買ったー。あと行った方がいい。アイテムだ。ヒデオのソウル。え？相手した方がいい、これ。エレベーター乗った方がいいような気もするけど。一緒に乗られたらまたてんやわんやになるでしょ。強いんだよ、この人は。はい、俺の番。次おめえの番だ。早ぐ。早ぐ。次俺の番だ。言っての。次俺の番だから。これ。よろめえでな。プー。プーじゃねえ。さっさとやれよ。あ、すいません。おしゃぐなって、まずそれってすぐランキーになってこいなば。しゃべれって。うちの方がま近いか。敵はいるものの、長い、こんな長かったっけ。
真正面ダイバー。ちょっとでもちょっともう一回行くよこっち。ほうほうほう。そこ別に上げる必要はねえんだと思う。ねえんだと思う。まあソウル取らなきゃいけないしね。リベンジだ。大野さん。ほう。からジャンプしてくれ。すげえな。まだヌルアンだかもね。はあヌルや。ピカピカ。俺の番だ。俺の番だ。俺の番だ。はいはいはい。鎧ピカピカに磨いてるね、この人ね。偉いね。攻撃させてあげようよ。見てや、さっき殺されたんだよ。死ぬよおめえ。死ぬよおめえ。そういうこと言えば攻撃させてあげた。彼に一瞬だけ夢見させてあげた。あれサイダーあれ